国立遺伝学研究所 DDBJ センターの有田です、えー、僕がこれから話すのはメタボロームのレポジトリなんですけれども申し訳ないんですけれどもまだオープンしていません、えー、設計と機能ということでこれから作成するレポジトリの構想を皆さんにお伝えしたいと思います、えー、参画しているメンバーは遺伝研の他かに、えー、奈良センター大それから数田 DNA 研究所 理化学研究所、えー、環境資源科学研究センターから、えー、メンバーが来ています。あ,あ、いいですか。はい。えー、まずメタボロームのレポジトリといあの世界的なあるものを皆さんに紹介したいんですけれども、一つはヨーロッパの EBI が、えー、公開しているメタボライツというものです。 このメタボライツというのは2012年からスタートしておりかなりの量のメタボロームのデータがたまっていますで全ての生物種をカバーしているので皆さんがまあ利用されているモデル動物モデル植物のメタボローム情報を知りたいと思ったら行ってもらえると生データをダウンロードすることができます。 でここのサイトは主にその論文を投稿するとデータをどこかに帰宅してくださいってレビューアーから言われることが多くなっていますけれどもメタボロームの研究者が、えー、一番、まあ、投稿する率が高いところですで論文成果として、えー、公害されているものが多いデータス、えー、ウェブサイトになります。次あこれででいいですかあ、えー、もう一つが NIH、米国の NIH が出しているメタボロミクスワークベンチというものです。でこちらはですね、NIH がコモンファンズという形で結構多額のお金を使ってメタボローム研究を推奨して、でメタボロームのセンターというのが、米国の中でいくつか指定されているんですけれども、そのセンターで読んだデータというのは、論文になっていようがなっていまいが、とにかく公開しなさいという。 公開ポリシーが NIH のポリシーがありましてそのためにとにかく測ったものが全部掲載されるで米国なんで人の研究が中心なんで人とマウスのデータが非常に多いんですけれどもそれらのデータに関してはこのウェブサイトに行くとダウンロードして解析できるということになっていますでこのヨーロッパとアメリカのポリシーまたそのストラテジーというのはやはり対照的でしてヨーロッパの方はメタデータを非常にたくさん書かせるんですね。 メタボライツに投稿された方この中にいらしたら相当苦労されたと思うんですけれどもかなりその入力に時間がかかりますその代わり再利用が比較的やりやすいでそれに対してメタボロミクスワークベンチの方は投稿するのは非常に楽その投稿は義務になってますから簡単にしないと入れてくれないということで簡単ではあるんですけれども再利用が難しいということになっています。 われわれはです、ね、日本としてはちょっと日本的で申し訳ないんですけれどもヨーロッパとアメリカのちょうど中間を行くようなレポジトリを作りたいと思っておりまして投稿をするときには Excel で入力できてアップロードするたんびに注意書きとかワーニングが出て、まあ、何回かやり取りしたら投稿できるとそれでいて再利用ができるようなレポジトリを作りたいと思っているわけです。次次お願いしますすこの次ですね で問題点はそのデータのリサイクル再利用をいいかかに促すすというとうころなんで,すでメタボロームのデータというのは、えー、皆さんが今普段使われているゲノムのデータとかと比べると非常に厄介です。なぜかと言いますとそもそもメタボロームのベンダーが数多くあるということとそれから同じ生データから解析するソフトによって結果が大きく異なってくるんですね。ですからやはり自分がこのソフトを使ってきたっていうその 実績があったら同じソフトで他の人のデータも解析したいという要求が非常に強いんですそうすると論文に書かれている内容とだいぶ違う内容が出てきたりしてイメージで言うとちょうど、G、チップがが出ててくる前のののカスタムメイドのマイイドマクロアレをやっていた時代にに非常に近いものがありますですから生データを投稿しなきゃいけないというポリシーが全世界的に常識化しているんですけれどもその生データをどうやって 選抜して選,選んできてでそれを自分の環境で再解析するかというところがネックになるわけですですから単純に投稿するときに生データを置いとくだけのレポジトリというのでは不足でしてやはりその一つ一つの生データについてこのソフトで解析したらこの結果が出てくるこのソフトで解析したらこの結果が出てくるというふうにその解析のパターンによって出てくる結果がそれもレポジトリとしてデータ化されていてでそこの 解析結果のところが RDF の形で検索できるとそういうリポジトリを作っていかないとなかなか裁量用ができないということになります。でそれにはたくさんメタデータをつけてもらわないといけないんですけれどもそのメタデータを入力するのがまた手間だとみんなきちんと書いてくれないのでメタデータを入力させるところに何かこうインセンティブを与えるような設計もしないといけないわけです。でそれを、まあ 頑張ろうと思っていましてこれから3年間のうちに皆さん一般の方からもメタボロムデータが投稿できるようなレポジトリを開設する予定ですちょっと詳細の部分は省きますけれどもどういうふうな構想になっているかと言いますとまず生データとそれからその生データのデスクリプションを書くメタデータに分かれるわけですそのメタデータの部分は今理化学研究所の方でメタデータベースというメタデータだけを扱うデータベースというのが RDF 形式であのもう稼働しているものがありますので、そのプラットフォームを借りることにしています。で、理研のあの環境資源科学研究センターには10テラぐらいもデータたまっているんですけれども、その10テラのデータをまずえきちんとアノテーションをしてメタデータをくっつけてあげて、その理研メタデータの理研メタデータベースの方から公開します。それから数々 DNA 研究所の方でも主に植物中心なんですけれども10テラ以上のデータがたまっていますから、その10テラのデータを、えー、メタデータ してあのアノテーションをしてその内容をこ,こちらはですね遺伝権の方からリリースすることにしています利権の方は利権のデータしか基本的に受け付けてくれないので利権、えー、のデータは利権のメタデータベースカズサのデータは遺伝権のメタデータベースから公開するただしそのメタデータベースっていうのは RD f の形ですからどこにデータがあろうと皆さんユーザーの立場からすると串出し検索というのが非常に楽にできるというわけです そそししししてててて生デーーータのののの方も遺伝権の中にに格納まます。すす。DDBJ サービスス一環としてリリースする予定になっていますでこの DDBJ の一環としてリリースするというのはどういうことかといいますと基本的に恒久的な ID を振ってでその DDBJ の3極の枠組みの中でメタボロームデータも扱っていくということですですから主に欧州のメタボライツと連携が強くなると思うんですけれどもお互いに ID の交換もして、でその ID は世界中のメタデータを串出し検索できる仕組み、メタボロームエクスチェンジというものがもうすでに立ち上がっているんですけれども、このエクスチェンジを介してメタデータを検索できるようにしたいと考えています。でメタデータの登録処理のところもう少し詳しく説明しますと、皆さんからのデータ投稿を容易にするために基本的には Excel で必要な情報を書いて、 投稿ししてもらう形にしますそうするとその Excel を内部的に RDF に変換しなくてはいけないんですけれどもその辺は自動的に RDF 用の Excel にまず自動変換しそれから RDF に変換するという形でユーザーの方にはなるべく迷惑をかけないようにという形のものを設計しています。で今利権側のデータが植物の GCMS のデータ中心なんですけれども GCMS に関してはメタデータのフォーマットがほぼ決まって テストサイトのところで検索のテストを行っているという状況になりますで、まだ項目検討するべきところがいくつかあるんですけれどもおそらく今年度中に GCMS の部分というのは公開できるようになりますですから一般からのデータ受付はまだ先になりますけれども今年度末には GCMS データの公開が開始できると思います で最後にちょっとマスバンクという名前ご存知の方多いと思うんですけれどもマスバンク JP という今ウェブサイトアクセスしてもらうと今あのヨーロッパの方にフォワードしていますそれはどうしてかと言いますともともと日本にあったサーバーというのが外部からの,その侵入者がいてちょっとサーバーにどういう仕掛けがされたかわからないのでクローズしてるんですねでその後継のサーバーというのをまあ僕のこの前のプロジェクトでデザインして作ったものはあるんですけれどもそのマスバンクをあの データあの公式データベースとしてきた質量分析学会の方で、ちょっと後継のサーバーは使いたくないという意見が出てきているので、ヨーロッパ側のサーバーを一回、クローンを日本の方で立てて、それを質量分析学会の方に使っていただいて、でこのプロジェクトで作るものはマスバンクではなくて、メタボバンクという名前で、公開を検討していく予定です。 以上でほぼ終わりなんですけれども、まあ、DDBJ サービスの一環として、メタボロームのデータが今後、加わることになりますので、DNA も含め、DDBJ をよろしくお願いいたします。ありがとうございました